私の人生で繁栄、成功、幸福を実現するための人生の法則、私の最初の一歩。こんにちは、歴史と文化のチャンネル、トータルヒストリーへようこそ。ヘッドホンを使用すると効果的です。今日は、私の人生で繁栄、成功、幸福を実現するための人生の法則、私の最初の一歩の考察を紹介します。歩きながら、運動しながら、地下鉄に乗りながら、バスに乗りながら、あるいは座って目を閉じて瞑想したり、コンテンツを楽しんだりしながら聞くことができるのです。重要、このビデオはブラックスクリーンで編集されているので、万が一、瞑想の手段として使用したい場合は、完全に暗闇の中で行うことができます。これからお聞きいただく内容は、複雑なものだと思いますが、あなたの人生、あるいは人生の発展について、新しい視点を垣間見るためのものです。何度でも聞くことができるので、メッセージの深さや本質を把握することができます。この学問的に厳密な論文では、あなたが主人公となる知恵の旅で、あなた自身の心の投影を通して、成功、繁栄、幸福への道を歩み始める方法を学びます。これを可能にするためには、まず、深く、持続的、包括的な学習に挑めるように心を整え、脳が持つ理解への可能性を最大限に発揮できるように力を与えることです。このビジュアライゼーションの旅を通して、あなたは潜在意識にアクセスし、自分自身と現在の状況を見つめ、最大限の学びの状態に到達するために必要な条件を整備し、成功し、豊かで幸せな自分に超越していくことができるようになります。自分が主人公となる内なる自己の旅を始めるには、脳が想像上の出来事と現実の出来事を区別していないこと、そしてこれから生きる体験が自分にとって現実の体験となることを理解する必要があるのです。あなたは建設者であり、黒幕であり、魔術師であり、天才であり、創造主なのです。頭の中で何かを想像すると、脳は想像していたことを実際に経験したと思い込むのです。こうして新しい神経の相互接続が生まれ、記憶され、神経ネットワークはますます複雑になり、それは結局、自分自身、自分の概念、宇宙の基地の範囲と知るべき範囲についてであることを理解してください。では、始めましょう。落ち着いて、一息ついて、周りのストレスや問題を脇に置いて、リラックスして、じっくりと聞いてください。そもそも、今日はあなたの人生の単なる一日ではなく、また、あなたの人生の単なる一日でもなく、あなたの見方や数え方にもよりますが、あなたの人生、それは一生のものであり、あなただけのものであり、あなたがこれまで生きてきたすべての日の合計に他ならないと考えてみてください。これからは、できるだけ一人称で話させてください。なぜなら、これからはあなただけのためにこの考察をするのですから。だから私はもう、不安な気持ちで、外部の存在という距離感で、私の一日はどうなるのだろうと自問することはない。そう、私の今日、明日、そして毎日は、私が主人公である私の人生をコントロールしているのだから、そして私の人生は私のものだから、私の思い通りの一日になるのである。私のものであり、人生で唯一、私のものなのです。ですから、誰からも、何からも、失望したり、抑圧されたり、過小評価されたりする必要はないのです。私はこの考察で、物質的なもの、俗なもの、私たちが重要だと信じているもの、しかし本当に重要なものとは比較にならないものから発せられる悲しみに限定して言及するつもりである。ボエティウスによれば、自分の軽さを覚えたいと思うものは誰でも、軽さという言葉を、重量の小さな事柄、つまり、重要で基本的な事柄を支える弱い柱を持つことの脆さのために、私たちの考えを簡単に変えさせる不定さから来る行動に言及するという意味で、私は明らかにしているのだが、その結果、重要ではないものを誤って重要視してしまうことになる。さて、
ボエティウスは言った。自分の軽さを覚えようとする者は、快楽の悲しい結果を理解するだろう。幸せを提供できるのであれば、獣たちの祝福を妨げるものは何もない。引用終わり。したがって、私たちの心の中の人工的な構築物としての物質的または概念的なものから来る悲しみや苦悩は、喜びや幸せ、生命への感謝を感じるという自然な状態を変化させたものであり、自然なものではないのです。そして、悲しみは、例えば白のように、量に関係なく黒を変え、熱は寒さを変え、嫉妬は愛を変えるなど、他のものの性質に影響を与え、変えることができる否定的なものである限り、自然ではないことを理解しているのです。だから、悲しみ、失望、不幸などのひしみを感じる行為は、私の幸福の自然な状態を変化させるものであり、人間である私は、本来、良きものの無限性、すなわち無限の幸福へと向かう傾向があるからです。このように、悲しみや落胆は、それ自体、私にネガティブな影響を与え、私の自然な幸せの状態を変化させるものに過ぎません。このネガティブな状態は、私が本当に必要とし渇望しているのは、成功、健康、繁栄、人生の喜びだと理解しているから、心の底からそう感じることを決めた結果であることを忘れてはなりません。人間は知れば知るほど、もっともっと知りたくなり、その渇望において無限に向かう存在であると理解されているパラメーターに従って、私は幸福を知れば知るほどそれを求めるようになり、成功を知れば知るほどそれを求め、善を知れば知るほどそれを求めるようになると理解しています。そして、繁栄、成功、幸福を達成するための第一歩は、自分が知っていることを自覚することであることを、学問的、形式的な用語の概念ではなく、自分が達成しようと意図していることのように感じることだと、すぐに理解することができるのである。このような観点から、私は自然と、単純に、自動的に、成功も幸福も人間の自然条件であると推論しているのである。怒るより笑う方が健康的で楽だということは証明されている。しかし、ネガティブな悪い癖に引きずられて不自然な考え方や行動をする癖は、間違った座り方や楽器の持ち方と同じように、多くの場合深刻な愛情になってしまうのだ。なぜなら、正しい方法は常に最も簡単で、間違いなく私を平凡から崇高に導いてくれるからです。従って、もし正しいものが誤りや欠陥のないものであるならば、私がより多くのためにより少ないものを受け入れることは正しくないので、私は今後、私が生命に満ち、健康に満ち、成功に満ち、繁栄に満ち、幸福に満ちた存在であることを受け入れます。私は、意識的または無意識的に身につけた悪い習慣の果実とならないようにします。もし、すでにそうなっているのであれば、自分にふさわしいものよりも少ないもので満足しているように見える不満の感情が隠れています。したがって、私は、現在の状況がどのようなものであっても、繁栄と幸福と大当たりを得ることができ、健康と体力を享受し、私が望む幸福な人生を手に入れることができる。それは私にふさわしいからだと考えています。そしてこの時、私は自問するのです。どうして私がそれに値するのか、私は自分に値するのか、と。そして私は自分に答えます。私は、私が値するようにしようとするもの、つまり、私が値するようにしたいと思うことや、私が値するようにする努力には値しません。なぜなら、功徳の量は、私の行為の強さに宿るからです。なぜなら、値するという行為、つまり能力ではなく行為において値するということは、その行為に等しい力と強さの反応が対応する行為を仮定しているからです。この意味で、私は、自分の行動によって値するだけでなく、値するという原理によって値するということを認識するレベルまで上昇することができるのです。したがって、私が言葉を発する能力によって話すように、
私は良い徳と良い習慣を発する能力によって値するのであり、それは最終的に影響を与える良い行為となり、私の行為と同じ大きさの値するものとなる。ですから、私は自分にふさわしいことを信じ、感じ、生き、行動しなければなりません。そしてこの時、私は自分好みの良い家を考えることを考えます。細かくイメージする家。では、もし私が今、自分にはもっと良いものがふさわしいと考え、それをイメージしたらどうでしょう。恐れずに、大きなものや豪華なものを阻む障壁もなく。あの家こそ、私にふさわしい家だから。もし、あなたがどの車が好き、あなたの知性に到達した現実の知覚の果実であるあなたの想像力は、自動的にあなたにすぐにその車を提示するでしょう。実際、あなたはすでにそれを見ており、それはすでにあなたの頭の中で形になっています。外から見ていた車の物質が、自分の中で自分の物質の一部になっていることに気づく。今こそ、外側からではなく内側から、自分自身に言い聞かせるのです。私はそれを視覚化しているのです。色が見え、内装が見え、ハンドルの前にいる自分が見え、新しい車、私の新しい車の匂いがします。そして今、私は愛情も恐れもなく、この車が私にふさわしい車であることを悟り、運転します。この車は私のものだからです。自分自身が主人となり、信頼できるガイドとなることは可能ですが、そのためには、必ず自分自身の運命の手綱を握って、自分が意図する場所に向かって大胆に、しっかりと舵を取らなければなりません。私の旅はすでに始まっている。私が変容させる私の現在、私は意図的に道の終わりの始まりに変えている。これまで私がやってきたことでは、物事を無制限に流すと逃げ場がなく、さらにその方法では自分が力を発揮しなければ何も現れないことに気づいているのだ。私が自由意志を行使して支配権を得なければ、何も現れない。私が介入しなければ、これらのものは自力で改善しない。私が望むところに動くための適切な動きがないからだ。動き、流れ、道が私によって与えられ、指示されていることを私は認識しているのだ。なぜなら、私だけがその方法を知っているからです。そうでなければ、年月はあっという間に過ぎ去り、最終的に私は現在の状況に取り残されるでしょうし、不作為によって、介入せず、コントロールしないことによって、私の状況は悪化する可能性があります。思考の結果には、良きにつけ悪しきにつけ、限界や境界線はないのです。しかし、どうすれば生命の法則に同調できるのか。どうすれば全てを流れに乗せられるのか。まず、これらの法則を知り、外側の現実を自分の内側に渡して自分好みに変え、自分なりに型取りし、自分によって型取りされた後、外側にどのように戻ってくるかを見ることである。私の現在の現実は、私の過去の行動の結果であり、それを認識することは私を傷つけると知っています。求めると、たとえそれが自分にとって苦痛であっても、見出すことができるからです。しかし、物事がそうであったように、もうそうではありません。受け入れることによって、私は謙虚に、自分の前に、恥じることなく、すべての結果の原因であったことを認めることができるのです。同じように、未来に関する限り、私は今、私の現在において、私の未来の結果の原因である。過去に関する違いは、今私はそれを知っており、それを知っているので、私の未来の所有者は私であり、他の誰も、外部から何も、私がするように私の中に介入することはできないことを理解している。なぜなら私は私であり、私がなりたい人でもあり、同じように、同じ原則によって私がなりたい人も、私である。学ぶということは、すでに知っていたことを発見することだと、今なら理解できるからです。第一法則。メンタリズムの法則。
は、すべては心であり、宇宙は工事の心が創造したものであるという主張に基づいています。この法則によれば、私たちが経験するすべてのことは、自分自身から発生する良い出来事と悪い出来事で、精神的な創造物が物理的な形で表現されたものである。しかし、ここでは人間から見た宇宙、つまり内側から見た宇宙だけに注目しましょう。見てみよう。4万年前の人間の宇宙とは、洞窟で絵を描いていたとき、彼らの世界は動物や狩りの行動に限られていて、移動できたのはせいぜい20から30キロの空間です。別の例を挙げましょう。ペットであるウサギは、家の中で自由に暮らし、餌を与え、愛し、甘やかし、保護された環境で暮らしてきたのに、外に出れば命の危険にさらされることを知っています。そのウサギにとって、家の空間、家具、隠れ家は、家の玄関の外には何もない、全宇宙として存在するのです。空間宇宙、空間のことを指していて、わかりやすいのは、同じように状況宇宙、空間宇宙にも広がっていく。さて、私の宇宙に対する概念は何でしょうか。学校で教わったもの、ニュースで見たもの、ハッブル望遠鏡やジェームスウェブで見たもの、それだけでしょうか。それは目に見えるものの 1% 以下、つまり私の目で見えるものだけが宇宙であるはずがない。もし私たちの知識が感性的知覚に依存し、私たちが形成する観念が感覚を通しての経験に由来するとすれば、感性的知覚、つまり私の感覚から発せられるものは、私が内面化するものであり、もし私が自分の中に宇宙を内面化するなら、私が宇宙の一部であると同様に、宇宙は私の一部であると完全に仮定することができます。なぜなら、部分であり全体を分割するすべての構成要素が宇宙に後続するからであり、したがって宇宙は私で、私は私である。これは、私たちが経験することは、自分自身から発生する善行と悪行という心の創造物であり、それが物理的な形で表現されるという心の法則を説明するものである。続けて、第二法則について説明しよう。コレスポンデンスの法則。対応法は、上のように下のように、下のように上のように、という文言で表現されます。この法則によれば、生命は肉体面、精神面、霊的面の三つの面に現れる。したがって、外側の世界は、私たちが内面で感じていることの投影なのです。上が下であるように下が上であり、外が内であるように内が外であり、内が外であるように外が内である。内容物は容器の形を持ち、水は形を持たないが、瓶の中の水は瓶の形を持ち、何かが異なる形で容器と内容物になることを妨げるものは事実上何もないので、水が水差しに入っている場合、水の本質は変わらないが、形は容器によって変わる。ちょうど外部、状況がそれを含むものの内部に適用される。つまり変化し得るということである。この場合の物質は、容器としての私が、存在として、私を他の何かではなく、私を作るものであり、それは不活性であり、私はそのようなものである。つまり、大陸としての私は、大陸の形を変えることができる。なぜなら、大陸は私だからだ。従って、外装が受け取る形を変えることで、私は外装を変えることができる。その変化は、私の中の別のものとして、別のものになることを仮定するからだ。ですから、外界はまさに私たちが内面で感じていることの投影であると理解しています。次の法則。振動の法則。振動の法則は、立ち止まるものはないという有名な言葉に基づいています。この法則は、引き寄せの法則と密接に関係しており、どちらもポジティブな思考や一般的な周波数の波動に基づいているためです。このように、私たちがポジティブに振動し、人生で望んでいることに向かって心の思考をコントロールするとき、私たちは目標に向かって進むことができる機会を得ることができます。
この法律の意味するところを見てみましょう。ヘラクレイトスの言うように全ては変化するのか、それともパルメニデスの言うように変化は感覚の錯覚に過ぎないのだろうか。アリストテレスにとって、変化は単なる見かけや錯覚ではなく、実際に存在するものである。これを説明するために、アリストテレスは行為と効力という形而上学的な原則に頼った。アリストテレスによれば、すべての変化は、効力から行為への移行を伴う。そして、これらの概念は何を意味するのだろうか。行為とは、すでに実現されていること、つまり、ある時点ですでにある存在であることを意味します。例えば、種は行為としては種であり、気になる潜在能力を持っている。子供は行為としては子供であるが、人になる潜在能力を持っている。ポテンシとは、その時点ではまだないけれども、なることができるものという意味です。つまり、効力とは、あるものが他のものになる、あるいは変化を起こす可能性のことで、それがどんなに単純なものであっても、効力はあるのである。例えば、犬には空を飛ぶ力はないし、人間には時速 200km 以上走る力はない。自分の性質が、自分の可能性を狭めているのです。もちろん、人間としての本質の範囲内では、鶏になりたいかもしれませんが、私は鶏の本質を持っていません。したがって、私の本質はそのままであり、それを変えることはできません。つまり、私は今、自分が何者であるかという行為の中にいるが、自分がありたい、あるいはありたいという無限の可能性の中にいるのであり、可能性というのは、可能であるという事実によって何かが可能であるということである。ですから、もし、振動の法則が、動かないものはない、という有名な言葉に基づいているとすれば、宇宙では全てのものが絶えず動いているのですから、私ができないことは、今あるもの、今持っているものをそのままにして、動かずにいることです。次の法則。極性の法則。極性の法則は、すべてのものはその反対のペアを持っている。すべてがデュアルである。すべてが二つの極を持っている。好きと違って同じである。反対は同じですが、程度が異なる。極端なタッチを説明しています。この法則を理解するための例として、悲しみや不幸せがどんなものかを知らなければ、喜びや幸福を認識することはできないというものがあります。光は、闇がどんなものかを知らなければ、光として体験することはできません。成功を実感するためには、失敗とは何かということを考えなければなりません。つまり、一方の経験は他方の知識を意味するのです。その意味で、善があり、その反対として悪がある。この観点からすれば、二元性は単純なものである。しかし、悪とは、善の不在に他ならないとしたらどうだろう。私は悪を否定しているのではなく、今経験している貧困、悲しみ、不幸といった状況は、善の不在の産物であると理解する可能性を開いているだけなのです。食欲が悪に向かうとき、それは人間の原理の一つに何らかの腐敗や障害があるために起こります。したがって、生まれつき無限に向かう傾向がある私も満ち足りる傾向があり、満ち足りた状態は、その不在ではなく、最大の量の善の中にある。なぜなら、私の理性は、私が善を渇望し、悪を避けることを私に教えているからである。さらに、私が宇宙の一部であるために宇宙がその本質において善であり、宇宙に存在するすべてのものは、存在するという事実によって、良いものとしてその存在を与える最大の善の果実であるからである。そして、二元性は、行為においても潜在的なものにおいても、私の行為を通じて自分自身と他者のために最良の善を選択することにあると私に理解させるのは、まさにこの理由からです。そうすれば、不在ではなく満腹で自分を満たす可能性にあり、私がなりたいと思う存在に向かって私の存在が変化する運動の過程においても、反対の極によってそれが妨げられないようにすることができるからです。次の法則。
リズムの法則。リズムの法則。この法則によれば、すべてのものは浮き沈みする。物事には波がある。蒸気の法則を適用すると、すべてが適切なタイミングでやってくるからだ。すべてのものは浮き沈みし、前進と後退を繰り返し、上昇と下降を繰り返し、振り子のように動いている。リズムはその代償です。銀河の動き、惑星の動き、季節の動き、潮の動き、心臓の動き、呼吸の動き、思考の動き、意識の動きもそうである。永続するものはなく、すべては絶えず変化し、しかもすべては遅かれ早かれ元の場所に戻らねばならない。マイペースで。私の自然な状態は幸せの状態であり、私の自然な状態は豊かさの状態であり、宇宙は豊かさで溢れているのですから。もし私が変化に適応し、周りのすべてのもののリズムと調和した自分自身のリズムを見つけることができれば、私は水のように流れる風景に適応しながらもその個性と強さを失うことはないでしょう。しかし、リズムの法則に逆らうことはできませんし、サイクルを変えることもできません。しかし、リズムに合わせて流れることを学ぶことはできます。私を取り巻く自然と私の存在が調和したこの流れの中で、すべての物事には時間があり、すべては正しい瞬間にやってくることを理解し、私の時間は常に今であり、これからもそうあり続けるでしょう。次の法則。原因と結果の法則。原因と結果の法則は、その前提に、すべての原因にはその結果があり、すべての結果にはその原因があるとあるように、これらの原則の中で最もよく知られた法則の一つである。この法則は、説明するまでもなく、私たちが行うすべての行為には結果が伴うことを強調しています。私はすでに、自分の現在の状況の結果を知っています。なぜなら、それを経験し、知覚し、見ているからです。原因に関して言えば、私は、それが様々で複雑で相互に関連していることも理解しており、それらを再び理解するためには、対象に関する知識から出発し、対象が私という主体の一部となるように接近し理解しなければならないと理解しています。したがって、私の結果の原因は、どのような原因によって引き起こされたのでしょうか。別の言い方をすれば、すべてを引き起こした現象の原因は何なのか、ということです。そして、その答えが、私がなりたい自分になるための多くのヒントを与えてくれると感じているからです。原因は4種類しかなく、他のものはすべてこのいずれか、またはこのいずれかから派生したものです。アリストテレスにとって、またセイトマス・アキナスにとって、形而上学は、存在としての存在の科学であり、そのようなものとして、存在の第一原因及び原理の科学である、知恵と呼ぼう。アリストテレスは、原因には形式的原因、物質的原因、効率的原因、最終的原因の4つがあると主張した。見てみましょう。人間である私の物質的な原因は、私が作られている物理的な物質、私の物質である。私の効率的な原因は、存在や運動を可能にしたものの中にある。良心なくして、私という人間は存在しないのです。私の最終的な原因、それは、私という存在または、私であることの目的であり、私の存在のあり方を完全に決定するものである。しかし、ここでは最も興味深いと思われる、最終原因だけに注目しましょう。アリストテレスは、因果の連鎖は無限にはなり得ない。つまり、これの原因はあれであり、あれの原因は他であると無限に言い続けることはできない。それでは意味がない。したがって、他のすべての原因には第一原因があるに違いないと言ったのです。さて、私たちは、無限の繰り返しを避けるために、第一原因がなければならないと受け入れています。そして、その第一原因を誰が作ったのかと自問すれば、第一原因は、その存在することの原因ではないので、
第一に、第一原因は、想像できないことを理解します。第一原因として、純粋な行為でなければならないので、第一原因は存在し、想像できないこと。つまり、第一原因は、それ自体が存在するすべてのものであり、その存在において、すべての原因の原因であるため完全であるため、他のものによって引き起こされることができないものについての原因である。アリストテレスの言葉を借りれば、不動動体である。すべてのものの原因である不動モーターは、効率的な原因、物質的な原因、あるいは形式的な原因になることはできない。そして、不動なのは、行動ができないからではなく、その存在に変化を受ける力がないからである。したがって、最初の不動モーターは、パスカルが言ったように、よく定義することができた。賢者と哲学者の神、私は知恵の言うことを好む。この神は、実際には、アリストテレスが宇宙を説明するために開発した形而上哲学的な概念に過ぎないのです。したがって、私が第一原因の最終原因であるのと同様に、今度は私が私の行動の第一原因であり、したがって私の現在の状況から見て私の行動の結果の第一原因であり、同じように、私の行動のために将来私に起こる結果の第一原因でもあるのである。つまり、私が自分の現在をコントロールすると同時に、自分の未来、つまり私がなりたい自分をすでに含んでいる未来もコントロールするのです。次の法則。世代の法則。生成の法則とは、生成はどこにでも存在し、生成はすべての平面に現れるという事実のことである。宇宙にあるすべてのものは創造され、宇宙は絶えず創造している。男女の結合から赤ん坊が生まれるように、私たちの生命も生成されるのだ。もし私が日常生活の中で、悪、不和、批判、闇などを生み出し続けているとしたら、私は否定的な原因を生み出し続けることになり、そのために、自分にとって全てがうまくいかないと考えるようになる。逆に、私を支配しているのが善と善であれば、私にとって物事は違った方向に進むことになるのだ。受け取るためには、自分が与えたものの大きさが必ず返ってくることを忘れないことが大切です。したがって、宇宙には必要な二つの極があると同化すれば、この二つの極が一緒になると新しいものが生まれると生成の原理が教えてくれるので、生成の原理は創造のプロセスにのみ焦点を当てているので、私たちに起きているすべての悪いことの良い面、良いところを常に探しましょう。そして、この時、私は立ち止まりました。もし、この法則を知っただけで私が変わったのなら、この話を聞き始めた時の私とはもう違うのだとも気づいたのですから、生命の法則を適用したら、私の人生にはどんな可能性があるのでしょう。人生の法則は、私が自分のやり方で自分の人生を築けるように、私に独立性を与え、法則は、他の誰の権利や機会も侵害することなく、繁栄と地位を獲得する力を与え、トップに立つために頭を踏む必要はないのである。生命の法則は、自分の弱さや欠点に打ち勝つ力を与えてくれるのです。生命の法則は、私にオリジナリティという贈り物を与えてくれます。私がユニークで再現不可能であるように、私が行うこともまた、他の誰とも異なる方法で新しくより良い方法を発見する能力を持っているのですから。生命の法則は、私に過去と未来に対する権威を与え、私の現在の主人にしてくれるのです。真実は私を解放してくれる。モチベーションを高める動画や深い考察、哲学については、歴史や芸術、神話に関する動画も幅広く配信している私のチャンネルをご覧ください。